some Bluetooth cards. みなさんこんにちは。世界で一番小さなデジタル放送局、神田ニュースネットワークの神田俊明です。僕は今ネバダ州のラスベガス、ここ、ラスベガスコンベンションセンター前にやってきております。2005年の NAB の取材で、このラスベガスにやってまいりました。さあ、今年の NAB どういうことが起きているんでしょうか。中に入ってですね、リポートしてみたいと思います。今年はですね、テレビとインターネットの融合ということでいろいろ話題になっていますが、実際にこの NAB という現場ではどのようなことが起きていますか。それでは早速リポートしてみたいと思います。NAB の中でですね、一挙一投足が注目されるのがパナソニックとソニーなんですが、パナソニックはですね、今回 P2 というですね、新しいシステム提案をなさられています。さあ、これからですね、この P2 のプレゼンテーションルームに入りたいと思います。IT-based world, there's no margin for error. You have to know what you're doing, and you have to get it right every time. When Panasonic first introduced DVC Pro in 1995, Betacam was the world. It records your choice of theirs. What we got here is real HD. Uncompromised performance in the 422 color space. Live frame only.And uncompressed audio. No other camera at this price point offers this performance. You record with the extensible DVC standard def EFP camera with features like optional 24p capability and Cinecamma. The SPX 800 is equally at home in news gathering or production applications.Both camcorders have the capacity to... パナソニックですね、3D のですね、映像をもとにですね、商品プレゼンテーションを行っております。こちらとこちらのですね、ベールを脱いだ、機器が説明されています。まあ、基本的にですね、カードがあってですね、そこのカードにですね、カードのドライブに入って、P2 ドライブというのがついてますね。こちらのところですね、そこのところに入れながらテープでもいけてですね、メモリーカードの方にも、ストレージされることができるということですね。 8GB ぐらいのサイズのものがあるそうです。Excuse me, can I have a question? What is this system? Is it P2P? I'm sorry? P2. Yes. P2 system is it just a memory card? And tape. Two, we have the 8GB cards, and when they come out, this will probably come out with an 8GB, mm-hmm. or we can work with the 4GB card. Mm-hmm. And we also have for standard depth, record 480i or 480p, yes. 24 frame, 30 frame, look similar to DDBX100, mm-hmm. we would also have it on tape.先ほどはですね、P2 ワークフローという形でですね、説明をいただきました。こちらはですね、それのですね、サードパーティーとしてですね、Apple のファイナルカットプロとかですね、いろいろ編集がしやすいんだということを説明されていますが、見てください、この P2 のですね、まあ、基本的に、メモリーカードドライブなんですが、これをですね、まあ、今のところは USB ですね、ですね、それと、FireWire、IEEE1394 にですね、接続をしてですね、実際にすぐに編集することができるというシステムです。こちらがですね、 AGHVX200 というですね、 P2 ハンドヘルド DVC Pro HD カムコーダー、かなりですね、小さくなっていますね。DV テープがですね、 DVC のプロのテープがそのまま使えるテープです。でこちらがですね、 AJPCS0060、AJPCS060 ですね、 P2 ストアというやつですね、ストレージになります。この中にポータブルの 60GB のハードディスクドライブが入っているわけですね。USB の 2.0 のインターフェースとかですね、DC のバッテリー用のが搭載されています。そしてこちらですね、P2 のですね、 HD モバイルレコーダー DVC Pro とかですね、ハードディスク50メガと25メガと DV もいろんな形のものがいているわけですね。こういう小さなですね、モバイルスタジオが増えてきているようです。
してこちら BTLH1700W ですね、17インチの HD のですね LCD モニター、こういったものがですねやはりですね HD で作っているものをですねモニターが見ることができないとちょっと辛いので、こういう HD の、ね、LCD モニターも登場しています。とにかくですね、今年のパナソニックはですね、この P2 カードでですね、新しい形のシステムを提案していくっていう形なんですけれども、まあどうでしょうね、ハードディスクに、ハードディスクカメラというよりですね、メモリーカードが搭載されて、まあ若干のストレージのインターフェースが変わったりとかですね、4ギガ、8ギガ、ゆくゆくはもう少し大きくなってきてですね、テープでの共存の世界が生まれるようです。ただちょっと目当たりさんから言うとですね、単なるメモリーカードがついたカメラのシステムで、いろいろ使い回しが良くなるという感じの印象にしか、僕には受け取れませんでした。パナソニックのブースからでした。こちらはソニーブースなんですが、ソニーブースはですね、非常にたくさんの人たちがですね、活気があります。かなりですね、ブースも広いようですね、今回。XD cam proxy editing before. It's up to 30 times real time. It's my most recent project. XD cam, tapeless SD. The 4x3 center pod should still be HD upconvert ready, but like any red-blooded young man, he found himself wondering, who's the girl on roller skates? From Nanny 911 to Inside Edition, all use XD cam for expansion to HD XD cam down the road. Customs, the majesty of its art and architecture, and the unforgettable sights, sounds, and power of its awe-inspiring festivals. Discover India through the incredible story of an 11-year-old boy.